はい、ちょっとまたお話しさせていただきたいと思います。で、冒頭に、HTML5 クライアントのブラウザの技術として音声の可能性ということで音声認識、デモで見ていただきました。で、先ほど非常に恥ずかしいながらうまく動かなかったんですけれども、 Android の VoiceIME というところで同じく音声認識、紹介させていただきました。ということで、このインプット入力ということですね、ここについて最後取り上げさせていただきたいと思います。で、ウェブのアプリケーションクラウドということを考えたときに、当然ユーザーとのインタラクションというものは多く発生することになると思います。非常に簡略した形でダイアグラム書いてみますけれども、キーボードがあり OS がありブラウザーがありアプリケーションがあると、この入力のフローだけ見た場合にも、どうしてもユーザーというものはキーボードなり何らかの入力デバイスを使って、もしくは入力方法を使って目的の文字ですとか文字列ですとか、そういうようなものを投入することになります。で、英語圏におきましてもこの部分キーボードというところでもっともっと改良の余地があり、ここにも技術革新イノベーションの可能性というものはあると思うんですけれども、我々もその不便さに慣れてしまっているかもしれないんですけれども、日本語を入力するという時にアジア圏独特かもしれない、この問題といったものをやはり解決しなければいけないというふうに考えております。 IME もしくは IM インプットメソッドと言われているものを常に立ち上げ変換し、変換されたものがブラウザを通じウェブアプリケーションの方に投入されると、果たしてその時きちっとその、タイトな形での連携というものがこの必要なコンポーネント間でされているだろうか、こういったところの問題もありますし、さらにはそれぞれのコンポーネントがその非英語圏というところに対して必要な技術をすべて提供しているだろうかということが問題として考えられると思います。で、今日皆さんお手元に持っていらっしゃるかどうか分からないんですけど、これを配布させていただいております。 Google 日本語入力開発の背景を説明したコミックになっております。 Chrome のリリースベータのリリースさせていただいた時から何かちょっとその漫画を作ることに目覚めてしまいまして、開発秘話をこういった形で分かりやすくご紹介させていただくということをしております。これ出来たてのほやほやでございます。今回その、紙の形で紙の媒体で配布するのはこのイベントが最初になりますので、ぜひともお友達友人にえばってください。こんなもんもらっちゃったよって言っていただければと思います。で、改めてご紹介しますと、この Google 日本語入力昨年末になります12月に Windows および MacOS 版という形で提供させていただいております。現在まだベータの形になっておりまして、ベータチャンネル、デブチャンネルという形の Chrome と同じようなチャンネルを2つ持ち、アグレッシブにいろんな機能を追加したりするものと、もう少し安定した形ということでベータとデブチャンネルって2つ提供し、多くのユーザーの方々にご利用いただき評価していただいている形になっております。で、こちらに関しましては早くベータというものを外すようにということで現在開発に努めております。で、もう一つ、当初からこの Google 日本語入力出した時からご要望多かったんですけれども、早々公開してほしいということで、これも今年の春にオープンソースという形で提供をすでに開始させていただいております。Chrome OS、 これも開発中なんですけれども、そちらの方のやはり非英語圏の入力というものが重要になっておりますので、私のグループをはじめいくつかのグループでその非英語圏のキーボードですとか入力方法というところを開発しておりまして、日本語入力に関してましてはこの Google 日本語入力と同じエンジンを使っており、すでにもうポーティングは完了しております。で、こちらの方オープンソースですので名前を変更させていただいておりまして、モズクという名前ですでに公開されております。ソースはすべてご覧いただくことができます。で、これは Chrome OS 向けなんですけれども、有志の方々ですでに Linux ですとか FreeBSD の方のポーティング等も進んでおりまして、そちらの方のパッケージでもご利用いただけるようになる、もしくはなりつつあるという認識でございます。で、今回、この Chrome OS 版、まあ、Linux 版と言ってもいいと思いますけれども、こちらのオープンソース拡大させていただきました。つい先ほどなんですけれども MacOS 版、こちらの方もオープンソースとして公開いたしました。ありがとうございます。code.google.com のモズクのプロジェクトページございます。そちらの方にすで、にも MacOS 版の方のビルドインストラクションとともにソースを公開していただいております。ぜひともこちらの方もご覧いただき、要は私どもこの日本語入力 IME というところを、
本来非常に重要な技術でもあるにもかかわらず、残念ながらしばらく技術革新が起きてなかったんではないか。何か私どもが新たなその競争ですとか適正な形のヘルシーな形での競合というものを生み出すことによって新たにイノベーションを起こせるのではないかというふうに考えておりました。で、私どもの考え方になりますけど、それは十分成功したんではないかなと思っておりますけれども、さらにオープンソース化を進めることにより多くの方々にいろんな貢献をしていただき、さらにより良い日本語入力システムというものを作っていきたいというふうに考えております。でもう一つ実はアナウンスがございます。このオープンソースというのはあくまでもオープンソースになりますので、実際にその中から自然言語処理ですとか IME 日本語入力というところを何かヒントを使っていただきたいという方々にのものなんですけれども、そうではなく、この変換効率のいい Google 日本語入力そのものの仕組みをアプリケーションに取り込んでいただくということを今回実現いたしました。 Google 日本語入力クラウド API、正式名称はトランスリテレーション API の日本語サポートになります。こちらをこれも本日公開させていただきました。まずは、説明よりもデモを見ていただきたいと思います。デモを行いますのはソフトウェアエンジニアの向井純になります。私ので説明を行います。はい、こちら、通常のシンプルなテキスト入力がある、ウェブ上のブラウザーで実現できるテキストエディターのようなものとお考えください。で今回このクラウド IME という形の API なんですけれども、まずはバックエンド側だけ提供させていただきます。フロントエンド側のユーザーインタラクションが発生する JavaScript のライブラリー等は後日公開という形をさせていただきます。ですのでエンジン部分になります。ですので今日ご覧いただくこのデモは、そのフロントエンドの部分を Mock という形で作り込んだもので、こんな形のものが皆さんお作りいただけますよというところのヒントとしてご覧いただければと思います。でしたら非常に簡単なんですけれども、ちょっと文を入力してみましょう。クラウドで、こうしますと変換候補こう出てきます。変換ウィンドウですね。これすべて JavaScript の、要はブラウザの上だけで実現できているものになります。で、このクラウドというものを英語に変換できたりするのは、これもずく Google 日本語入力の特徴の一つなんですけれども、ここできます。で、さらに、じゃあ日本語変換というところを打っていただきましょう。そうしますと、こういった形でクラウドで日本語変換。IME のデモって全然驚きも何もないんですけれども、すべてこれブラウザ上で行われていまして、クラウド上で行われているというものになります。で、先ほど言いましたように Google 日本語入力 Mozook の特徴といたしましては、高い変換効率と豊富な語彙というところがあります。その例を見ていただきたいと思います。でしたら、歴女、はい、森ガール、あと工場萌え、はい、いたしゃ、はい、という形で、ちょっと固有名詞ですとか人名ですといろいろ差し障りがありますので、無難なところで、こんなのばっかり辞書に入ってるわけじゃないですからご安心くださいという形で、皆さんもお使いいただいている方も多いと思うんですが、 Google 日本語入力と同じ変換精度、豊富な語彙力を持つ辞書というものがクラウド上で実現できるようになり、皆さんのアプリケーションに組み込んでいただけるようになったというものを今回 API として提供させていただいたものになります。はい、スライド戻していただいていいですか。で、今の仕組みなんですけれども、ブラウザーキーボードがありまして、ブラウザーをウェブアプリケーションを通じて、そのトランスリテレーション API というところに対して HTTP のゲットでリクエストを出していただきます。そうしますと変換結果、候補がある場合には複数の候補とともに JSON で返ってまいります。ですので実際のフロントエンドの方の JavaScript ではその JSON を紐解いて、先ほどのような形で変換候補を出すもよしということをやっていただくことになります。下、簡単なコードスニペットがありますが、非常に単純です。ゲットを発行してその結果を取ってくるというだけのものになっています。で、先ほど申し上げましたように本日公開いたしました。で、残念ながらバックエンドのみでフロントエンドの JavaScript のライブラリですとか、さらに皆さんにすぐにお試しいただける Web UI というものは後日公開の形になります。繰り返しになりますけれども、すべて変換等はクラウド側、 Google のクラウド側で提供し、その結果を Web アプリケーションの方に返すというものになっております。で、もう一つ簡単なアナウンスをさせてください。
でこの Google 日本語入力モズックなんですけれども、オープンソースとしてソースは公開いたしましたけれども、なかなかそのソースのコードを読み解くということができないと、難しいというところもありまして、コードリーディング等も含めましたテクニカルイベントを11月23日に私ども六本木オフィスで開催予定になっております。で検索していただきますとブログポストですとかフォームですとか引っかかると思いますので、ぜひご興味のある方はご参加いただければと思います。10月10日申し込み締め切りとなっております。で以上のようにオープンなイノベーションプラットフォームという形で HTML5、 それの実装の一つの形態である Chrome というところの話をさせていただきました。いくつかのウェブアプリケーションの課題に関しましても、私なりに Chrome、 私どもなりに Chrome ウェブストアというものを提供することによって解決を図りたいということを皆様と共に考えていきたいと思います。 Android、 ティンブレーの方の話からありましたように、確実にいろんな機能が入ってきております。もはやそのモバイルと言われておりますものは、トラフィックにしましても、その機能にしましても PC とに負けるものではありません。もしくはそれを超えるものとなっております。ここにもそのオープンなイノベーションプラットフォームとしての Android の価値というものがあると思います。でさらにこういったフロントエンドを支える側のバックエンド、クラウドのプラットフォームに関しましても、アップエンジン、単にそのデータセンターの上のリソースを使えるというだけではなく、非常にハイレベルな形で分散されたものを使うことにより、皆様方に余計な考えを起こして、余計なその手間をかけさせないというところも実現できているというものになります。今回この3つをお話しさせていただきました。午後からのブレイクアウトセッションでもさまざまな形でこれらの説明をさせていただきます。ぜひともご参加いただきたいと思います。で最後に、今回この、Google デベロッパーデーというのは4年目になります。で当初から1年目からこのイベントを支えておりましたのが、デベロッパーリレーションのチームにいます、現在シニアデベロッパープログラムエンジニアというタイトルの石原直樹という人間でして、実は彼8月にサンフランシスコオフィスに転勤になっております。ですけども、やはりこのデベロッパーデーというところのイベントに関して彼の助けが必要でしたので、今回1ヶ月こちらにまた滞在し、いろんな形でサポートしてくれています。石原の方から最後に皆様にお話をして、今日の基調講演は終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。